今日はとてつもなく王者の風格を感じられるヴァリモアのヴァルクヌートという腕時計を提供していただいたので、そちらの方を紹介していこうと思います。実はこちらが初めての自動巻きの機械式腕時計ということで非常にワクワクしているんですけれども、大まかにどんな仕組みで動いているのかなど、そういうところも今回は紹介していくので、腕時計の魅力を皆さんに深く知っていただきたいなと思います。こちらの腕時計はかなり個性的でかっこいいデザインとなっているので、まずはデザインについて詳しく見ていきましょう。紐を切るのは心が痛いですね。実際に持ってみるとこちらの腕時計はかなり迫力があります。ケースの直径は 42mm、 それから厚さが 12.65mm、 ストラップの幅は 22mm となっております。88g の重さがあるので、持ってみると見た目通り非常にずっしりとした重量感を感じますね。ヴァリモアというのが戦士の精神を表しているということで、剣をモチーフにした針と鎧をモチーフにした文字盤がかなり独特で、思わず二度見してしまうような個性的すぎる腕時計です。中世のヨーロッパの美術品や建築などからもインスパイアされたデザインということで、動く芸術品のような腕時計となっております。文字盤の下には窓が設けられていて、内部の機構が透けて見えるようになっています。改めて腕時計という機械がどれだけ精密で魅力あふれる機械なのかというのがわかるんじゃないかなと思います。こういうところは機械式腕時計じゃないと生み出せないような演出なので非常にロマンを感じられますね。ケースの側面にはギザギザとしたローレット加工と言っていいのかわからないんですけれども、鱗のような加工が施されております。王冠を連想させるようなリューズはスワロフスキーという会社が製造するクリスタルガラスが使われていて、キラキラと輝いているのが特徴的です。ケースは錆びない 316L ステンレススチールが使われているんですけれども、加工の仕方もかなり独特で、開封した直後なのにもかかわらず非常に使い込んだような風格を感じます。エッジのところはあえて塗装を剥がしているので使い込んだ感じがたまらないですね。ここからさらに使い込んだらどのように変化していくのか結構楽しみなところでございます。ケースの裏側に回っていきますとスケルトンになっていまして、半月の形をしたローターの動きを見ることができます。こうやって内部が透けて見える機械というのはたまらないですよね。非常に美しくて動かすのが楽しいので気づいたら遊んでしまいます。どうして半月の形をしたローターというパーツが入っているのかを説明するためには、機械式腕時計とはどのようなものなのかというのを説明する必要があります。一般的にはクォーツ式といいまして、中に電池が入っている腕時計が世の中には数多く出回っております。内蔵された電池のエネルギーを使って内部に入っているクォーツ、つまり水晶の振動子というものを用いて水晶を振動させて、その一定の振動を電気信号に変換させることで時間をある程度正確に刻むことができて、さらに内部に入っているバッテリーによって腕時計が数年間動き続けるという非常に便利な形式の腕時計でございます。それに対して機械式腕時計というのはなんと中に電池が入っておりません。果たして針を動かす動力はどのようにして獲得されるのかと言いますと、ゼンマイなんですよね。ローターというのは重りのような役割となっていて、腕時計を振るとローターが回転するようになります。この回転によって中に入っているゼンマイを巻いて、そのゼンマイに蓄えられたエネルギーから針を回すことができます。動画で見ると常に一方方向に回転しているように見える天符と呼ばれるパーツなんですけれども、実は一方方向ではなくて一定の周期で行ったり来たりして交互に回転しているパーツとなっております。スローで見るとこのパーツの挙動がどのようなものなのかというのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。この天符というパーツの行ったり来たりする周期というのはゼンマイがどれだけ巻かれているのかによらず一定であるんですよね。どうして一定であるのかというのは、振り子の紐の長さが同じであればどの位置で球を離したとしても同じ周期で行ったり来たりするのと同じような物理法則が成り立っているんですよね。このように完全に物理法則によって成り立っているような腕時計なので、1日経つとプラスマイナス10秒近く誤差が生じてしまいます。本当に高級な機械式腕時計になってくると1日あたりプラスマイナス2秒ぐらいの精度まで突き詰めることができるんですけれども、それでも電気信号によるクォーツ式の腕時計の精度には負けてしまうんですよね。
クォーツ式と比べるとかなり古典的なギミックとなっていて、クォーツ式の腕時計よりも精度というものは大きく低くなっています。だいたいクォーツ式ですと1ヶ月で10秒ぐらいの誤差があって、機械式ですと1ヶ月で5分ぐらいの誤差が生じてしまうので、本当にざっくりと考えると30倍ぐらいの精度の差があります。それにゼンマイを巻ける量というのは限界があるので、腕時計をつけずに放置してしまうと2日ぐらいで針の動きが止まってしまいます。なのでほぼ毎日つける必要があって、さらに定期的にメンテナンスも必要になってくるので、なかなか手間がかかる機械なんですよね。ただ歩いたりして腕を振ることによって勝手にローターが動いてゼンマイを巻いてくれるので、電池を使わずに自分が生活している動きによって時を刻むというのはすごくロマンチックなんですよね。それだけじゃなくて、機械式は大きなトルクを生み出せるので、太い針を搭載できたり、トリプルカレンダーやムーンフェイズみたいに多くの機能を搭載することも可能となっております。修理の自由度もクォーツ式と比べて高いので、定期的に修理に出せば何世代にもわたって使っていけるので、今もなお高級な腕時計には機械式が多く使われております。クォーツ式はかなり実用的なのに比べて、機械式はロマンがあって長く使っていくような違いがあるんじゃないかなと思います。筆記具でも共通なところがありますよね。実用性だけ重視すれば軽くて書きやすいシャーペンを使えばいいんですけれども、例えば野原工芸のペンみたいにアフターケアがきちんとされていて、内部のパーツの作り込みが非常にしっかりとしていて、劣化することのない木の色味の変化を楽しめるシャーペンっていうのは、使いやすさとは別に長く使っていける楽しみというものがありますよね。自動巻きの機械式腕時計にしかついていないこちらのローターという部分が透けて見えるのはすごく見応えがあります。裏側にも表側と同じように鱗のような加工がされていたりして、つけている時に見ることのない場所のデザインにもこだわり抜いた腕時計となっております。こちらの腕時計は装飾がかなり凝っているんですけれども、用いられているパーツにも非常に凝っていまして、非常に高度の高いサファイアクリスタルガラス、それから5気圧の防水はもちろんのこと、蓄光塗料がついていて夜間でも時刻を知ることができます。日本のミオタの自動巻きのムーブメントを使用していまして、ある程度品質については安心できるかなと思います。つけてみたんですけれども、自分の腕は細いので、自分の腕の割にはちょっとごつすぎるかなと思ってしまいました。どちらかというと太い腕の方の方が似合うんじゃないかなと思います。なのでこの腕時計が似合うように今日から筋トレを再開していこうかなと考えております。一番細いところのベルトの穴にするとギリギリつけられるという感じなので、もう少し余裕が欲しいかなと思いますね。ベルトもすごく分厚くてがっちりとしたようなベルトなので、この腕時計は似合う人似合わない人っていうのが結構分かれてしまうんじゃないかなと思います。牛革の質感はマットになっていて、革が分厚いのと同様にステッチも非常に太くなっています。手作り感というのがあるストラップですよね。腕時計のコンセプトとしては合っているんじゃないかなと思います。最初についているベルトはレザーベルトなんですけれども、ステンレスのストラップという選択肢もあります。ステンレスのストラップは初めて使うので、どんな付け心地なのかいろいろと気になったんですけれども、かなり滑らかに動いてくれるので、つけた時のフィット感というのは非常に優れているなと思いました。クリックリリースのピンが使われているので着脱も本当に簡単になっていますし、デザインも個人的にはこっちの方が高級感があって好きですね。こちらの腕時計の気になるお値段なんですけれども、レザーベルトの場合は定価が 59,800 円、ステンレスのベルトの場合は 72,800 円となっております。機械式でいろいろとこだわっているので、これだけの値段がしてしまうのは仕方がないかなと思います。これまで自分が動画で紹介してきた商品の中でも一番と言っていいほど高額な商品となっております。
そんな腕時計ですが、バリモアの腕時計はこれまで日本で販売されていなくて、今現在クラウドファンディングの方で日本初の販売ということで、1万円以上安い価格で先行販売されているので、もし気になった方は動画の説明欄の方からチェックしてみてください。8月31日まで行われているそうです。レザーベルトよりもステンレスベルトの方が1万円近く高くなっているんですけれども、これだけ高くてもステンレスのベルトの方が全体的なデザインが整って見えるので、個人的にはステンレスのベルトの方がいいんじゃないかなと思います。実は今回いただくこちらのモデルとは別にもう一種類先行販売されておりまして、そちらの方はサンプルとしてお借りしているので、ぜひこの動画で見比べていただければなと思います。中身だったり値段、それからケースのサイズというのは両方とも同じになっていまして、大きく違うのは文字盤のデザインとケースの表面の加工とベルトの種類ですね。こちらのモデルは片押しがされた牛革となっていて、こっちの方がゴツゴツとなっています。ただ一番細い穴でもブカブカになってしまうので、腕が細いという方はこちらはそもそもつけられないという問題があります。どちらもすごく個性的なデザインですが、個人的にはこちらの VA002A の方が好きですね。 VA003C の方は中が透けていて、どのような機構になっているのかっていうのが、見えるので、これはこれですごく面白いんですけれども、もう少し黒いパーツの切り抜きのデザインをかっこよくできなかったかなと個人的に思っています。これはもう完全な好みだと思いますし、質感自体はどちらも高いと実物を見て思ったので、もしデザインで迷っている方がいらっしゃいましたら、これはもう完全な好みだと思うので、好みで決めていただくのがいいかなと思います。こっちは真っ黒のステンレスのベルトが用意されていて、つけてみるとこんな感じですね。服装にもよるので何とも言えませんが、こっちのモデルのステンレスのベルトの方が無難かなと思います。では最後にクスッと笑ってしまうような PV なんですけれども、ちょっとお借りしているので、こちらの方皆さんに共有していきたいなと思います。 He traveled to every most dangerous corner of the earth and found the Mjolnir. But it seems that he is not ready yet. Thor didn't give up.He entered the other end of the world in search of the most powerful equipment. After an epic journey, he finally proved the power of Thor. ということで、今日はバリモアのバルクヌートの腕時計の紹介をしてきました。初めての機械式の腕時計ということで、なかなかワクワクしていたんですけれども、思った以上にロマンがあって、男心をくすぐられる腕時計でした。なかなか中世のヨーロッパの宮殿のようなデザインの腕時計って出回っていないと思うので、こんな腕時計をつけてヨーロッパだったり教会に訪れるっていうのもなかなか面白そうですよね。腕時計の知識というのはまだ自分は未熟なので、もっともっと勉強してためになるような情報を今後とも発信していければいいなと思っていますので、高評価とチャンネル登録の方お忘れないようよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。